でもね、グラウンドに立てば。奈良間初球打ち、レフトの前に落ちました。三者凡退にはならないところがいいね。そうですね。さあ奈良間がヒットで出塁。三塁線ベースに当たりました。こんなことあるんや。今日は奈良間が持っている日かもしれません。ツーアウトからまた奈良間が出塁。記録はヒット。こんなにバーイって感じですよね。もうブロッソーも、よし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 と、もうベースに当たった瞬間にブロッソーはなんでやねーっていうところじゃないですか。ツーアウトから打線爆発の足がかりのヒットを放ちました。ショートの左抜けていきました。レフトへのヒット。猛打賞、プロ初の猛打賞となりました。奈良間がエスコンフィールド最後の試合で猛アピール。いや奈良間も9月の17日4打数1安打だったんですが、それ以来ヒットはなかったんですが、今日3安打。